オビトなのか。生きていたなら、なぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな。なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。奴は内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。てめえらの好きにはさせねえ。ここでぶっ潰す。果たしてその一世、本物か見せてもらおうか。人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。なるほど。今のお前は五影すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。相手にするにはまだ足りん。マダラは超強い。少しの気も抜くんじゃねえぞ。分かってる。この金、奴に近いものを感じる。だが、でも俺には当然。お前は柱まではない。あなた、車。ゾンビ相手に手加減はしねえ。宇宙惑星螺旋聖剣。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ。なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側もこの世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺は
この世界を作り変える。おめえらナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が。触れるところだった。オビト、かつてのお前の意志は今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。オス、オウ。大丈夫なのか。まだらは強い。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止めてる。オビトを倒して向こうの火星に行かれた。ナルトを守ることが未来につながる。それなら待機。ひとときだけでもオビトを止めれば、それが10秒止めるチャンスになる。ママを追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。おう、撃て。よっしゃ、終わったのか。終わったよ、この世界がな。うわっ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが準備だ。あいつが準備。クソ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。準備復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。始める気だぜ。ナルト、カカシとガイってやつを渡せ。お
は距離をとってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃をかわす。行くぞ。じゃねえはずだ。今この時が最初で最後のチャンスだと思え。太いやつ。重力の力は温存したかったが、やむを得ない。少し攻勢に出るか。
せナルト。この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでも烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、準備を追い込め。行くってばよ、みんな。ドクトル第一ドーグ。今こそお前の忍び連合軍の術だってばよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。奴らに教えてやろう。絶望を。なんだ。あんな距離まで。ホイト。の方向はここか。連合の頭を狙うか。まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする。やるべきことを最後までやるだけだ。家の一、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする。続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木遁刺し木の術。なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。やめ
いや、俺はもう。虹兄さん。ナルト、日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんで、なんでお前がこんなことで、どうして俺にそこまで。お前に。天才だと言われたからだ。ネジ、ネジ兄さん。おい、ネジ、しっかりしろ。おい、ネジ。おい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。ネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味、わかる？仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸に、お互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな、父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなた、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。様は仲間の死から何も学ばない、幼稚な忍びに過ぎない。
確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。行くぞ。お前と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘレクスバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。博士先生。さあ、これからだぞ、楽しいの。